皆さんこんにちは。講師の小島です。今回は経済法のガイダンスということで、司法試験や予備試験の選択科目として、どの科目を選ぶべきかということを悩んでいる方に向けて、試験科目としての経済法の特徴などについてお話をしていこうと思います。ただ経済法の特徴ですとか勉強方法などについては、過去にコラムということで、記事を書いておりまして、そこで詳細について説明をしています。レジュメの方にもそのコラムの URL を記載しておりますので、ぜひそちらを読んでいただければと思いますが、その記事ではですね、経済法の特徴として3つの特徴、つまりインプット量の少なさ、当てはめ勝負になると、そして実務での有用性と。その3つを挙げたんですけれども、そのうちの2つ、インプット量の少なさとか当てはめ勝負になるという点について、なかなか文章ではですね、具体的なイメージというのをお伝えするところまではできませんでしたので、このガイダンスでその具体的なイメージというのをお伝えしていきたいと思っております。さて、選択科目を悩んでいる皆さんとして一番気になるのは、経済法を選択した場合に試験ではどんな問題についてどんな検討を行うことになるのかという点じゃないかなというふうに思います。で、その点については、司法試験の過去問を見るということでもある程度イメージをつかめるかもしれませんけれども、全く知識がない状態で難解な試験問題、そして出題趣旨とこういうのを見ても逆に混乱してしまうかもしれません。そこで本ガイダンスではですね、非常に簡略的なものではありますけれども、例題を用いてですね、実際経済法の科目では試験でどんな問題を検討することになるのか、というのを、イメージとしてお伝えしていきたいなというふうに思います。ということで、レジュメの2ページ目に書いてあります例題、そちらをご覧ください。で、今から私の方でこちらの例題読み上げていきますので、皆さんの方でも目で追っていってください。国内において司法試験対策教材を販売する予備校には A ないし G の7社が存在する。7社はいずれも通学向け教材と通信向け教材の2種類を販売している。7社の通学向け教材はいずれも各社の校舎において講義・指導を行うことを内容としており、 A ないし C の3社は都内近郊に、 D ないし G の4社はその他地方にそれぞれ校舎を有している。国内における司法試験対策教材、これは通学向けと通信向け両方を含んだ名称ですけれども、国内における司法試験対策教材の販売シェア、そして都内近郊での通学向け教材の販売シェアはそれぞれ次の通りであるということで、販売シェアの表が挿入されています。その後の事実関係に行きますけれども、ある年の1月、 A および B の各代表取締役の間で会合が開かれた。その会合において A 代表取締役が、昨今の司法試験対策教材の販売競争は激化しているが、これ以上販売価格を下げることは厳しい状況にある。そこで来年度の通学向け教材の販売価格は今年度と同額のまま据え置くつもりであるという考えを述べたところ、B 代表取締役はうちも同様の状況であるということだけ回答した。その後、同年の4月、A ないし G はそれぞれ新年度の各教材の販売価格を決定・公表したが、A および B の通学向け教材の販売価格はいずれも昨年度の販売価格と同額であったと。このような事例において、上記 A および B の行為が独占禁止法に違反しないか検討しなさいと。これが例題となります。この例題のようにですね、経済法科目では具体的事案におけるある事業者の行為について独占禁止法に違反しないかどうかということを問われるのが中心となります。で、独占禁止法違反の有無の判断
というのは、独占禁止法で禁止または規制されている行為類型に該当するか否かを判断すると、判断して行うということになります。で、この点はですね、刑法の問題において、ある行為者の具体的行為について、刑法で禁止されている犯罪類型に該当するかどうかということを検討するのと同様の作業ということになります。で、刑法が明文で犯罪類型を規定しているように、独占禁止法でも禁止または規制対象の行為類型というのが規定されています。独占禁止法が禁止または規制する事業者の行為類型としては、レジュメにも記載しましたが、大きく分けて4つ、不当な取引制限、私的独占、不公正な取引方法、企業結合、この4つが存在します。で、不公正な取引方法には、さらに具体的な行為類型として、20種類の行為類型が存在したりしていますけれども、それを考慮しても二十数種類の行為類型しかないということになります。刑法が規定する犯罪類型の数と比べれば、これが非常に少ない数だということが分かっていただけるかもしれません。で、試験ではですね、この限られた行為類型の中から当該事案で成立しうる行為類型を選択して、その成否を要件ごとに検討していくということになります。この点もですね、刑法の問題において、例えば強盗罪の成否を検討する場合に、暴行または脅迫という要件、そして他人の財物という要件、そして強取したという要件、主観的構成要件である故意、不法領得意思という、それら要件ごとにですね、強盗罪の成否を検討していくというのと、同じ作業ということになります。で、今回の例題ではですね、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当する可能性があります。ちなみに独占禁止法と呼んでますけれども、正式名称は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律という名称になります。皆さんの方でですね、今もしお手元に6法があるということであれば、独占禁止法の2条6項ですね、そちらをぜひ開いていただきたいなと思いますが、今回の例題はその行為類型に該当する可能性がありますと。で、今ガイダンスを聞いている皆さんからしたらですね、なんで今回の例題でですね、不当な取引制限に該当し得るってことが判断できるのというふうに疑問に思われるかもしれないですけれども、どんな事案でどんな行為類型に該当する可能性があるのかということについては、各行為類型の勉強をしてですね、一定の演習を行うことで自然に判断できるようになりますので、今は気にしないでください。で、不当な取引制限という行為類型を選択した後は、その要件を順に検討していくということになります。で、不当な取引制限の要件はですね、5つと解されています。ちょっと今からその5つ書きますので、必要に応じて早送りしてしまってください。
不当な取引制限の要件はここに書いた5つ、つまり共同してという要件、相互にその事業活動を拘束しという要件、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実績に制限するというこの5つの要件というふうに理解されています。そしてですね、この要件を例題でもですね順に検討していくんですけれども、まずこの一番上の共同してという要件の意義については、これは意思の連絡があることと、つまり一定の協調的行動をですね取ることについて複数事業者間で意思を通じ合うということ、それを意味する要件だというふうに解釈されてますので、本文でも AB 間で意思の連絡があるのかどうかということを具体的に検討していくということになります。このような感じでですね、経済法の問題を解くにあたっては条文から要件を抽出して、そして要件の意義を説明して当てはめていくということになりますけれども、要件の抽出だとか各要件の意義については判例実務の考え方に基づいて説明すればよいということになります。よりちょっと強く言うのであれば、もう判例実務の考え方に従って説明すればそれで足りて、解釈の理論的根拠などを説明するというところは求められません。先ほど説明した、そもそも行為類型が少ないということに加えてですね、もう判例実務の考え方に従って要件抽出して要件の意義を説明すればよいと、この点が経済法の特徴の一つであるインプット量の少なさにつながるということになります。でここまで述べたところだけをですね、聞くと、もしかしたらその経済法は簡単な科目なんだというふうに思われるかもしれません。ですがこのインプット量の少なさの裏返しと言ってもいいかなと思うんですけれども、試験問題の回答にあたっては丁寧かつ正確な当てはめというのが要求されます。例えば共同してという要件、今言いました通り意思の連絡があることを意味しますけれども、じゃあ例題の事案で A と B の間には意思の連絡があると言えるのかということですね。つまり A と B の各代表取締役は A と B の2社一緒になって来年度の販売価格を据え置くこととしましょうというふうに明示的に合意をしたわけではありません。それぞれ自社の状況ですとか意向というのを相手に伝えたに過ぎないということになります。このような場合にも果たして意思の連絡があったと言えるのかということについて、この意思の連絡があるとはさらにどういうことを意味するのかという意義を説明して、そしてその意義に当てはめをその意義に当てはめて結論を導いていくということになります。そしてですね、経済法で最も重要かつ難しいのがですね、ここにも書きましたこの一定の取引分野における競争を実績に制限するというこの要件、充足性の判断になります。で、まずここに言う競争という言葉の意味ですね。でこれは例えば本件の例題における A と B の間の販売競争というような個別具体的な競争を意味する言葉ではありません。この競争という言葉はよりマクロな、つまり市場が有する競争機能というマクロな意味を持つ言葉です。
ということで、具体的な事案の下でですね、果たしてその市場が有する競争機能を、実質的に制限するものなのかどうなのかということを判断していかなければいけないということになります。ただ、そもそもその事案においてですね、どこにどんな市場が存在しているのか、どんな市場が形成されているのか、というのは、一見してはわからないということになります。例えば例題の事例に関してもですね、一つの考え方としては、司法試験対策教材の販売が行われる市場という、非常に大きな市場が存在するというふうにも考えられるかもしれないですし、あるいはそれよりももう少し小さい市場、小さな単位の市場、つまり本件この例題に関して言えば、通学向け教材の販売が行われる市場と、通信向け教材の販売が行われる市場というより小さな市場が存在するということも考えられます。このようにですね、具体的な事案の下でどこにどんな市場が存在するのかというのは、一見してはわからない事情ということになりますので、判例実務が使っている市場の確定方法というのを使って、正確にその事案での市場というのを見極める必要が出てきます。それから仮に市場が確定できたとしてですね、今度はその市場の競争機能を実質的に制限したと言えるのかどうなのかというところを考えなければなりません。この競争を実質的に制限するという要件の意義については、行為者がある程度自由に商品の価格を左右できてしまう状態、それがもたらされることを言うというふうに理解されていますが、その商品の価格をある程度自由に左右できてしまう状態がもたらされるのかどうなのかということを、問題文の事情に照らして具体的に判断するということが求められます。独占禁止法はですね、市場における競争、それを保護法益とする法律ですので、今見たような市場の確定ですとか、それから競争への悪影響の有無の判断というのが最も重要な事項となります。受験生にもそれを的確に判断する能力というのが求められますし、それゆえ試験の答案についてもですね、受験生がそのような十分な能力を有しているかどうかということについては、当てはめ部分の説明内容、それがどれだけ具体的かつ正確にできているかということによって評価されることになります。これが経済法の2つ目の特徴である当てはめ重視の科目であるという点ですね。その理由ということになります。以上がですね、経済法を選択した場合にどんな問題を解くことになるのかですとか、それからどんな検討を行う必要があるのかというのを説明した内容ということになります。少しでもいいので、インプットよりもアウトプットが重視される科目なんだというところが伝わったならば、いいかなというふうに思います。で、最後に、注意というほどでもないんですけども、少し述べておきますが、
先ほど説明したですね、市場の確定ですとか競争への悪影響という判断、それは今ガイダンスを聞いていらっしゃる皆さんからすれば、なかなか難しい事項かなというふうに思います。もしかしたらそれを聞いてですね、経済法を敬遠してしまう方もいらっしゃるかもしれません。ただ、この市場の確定ですとか、ごめんなさい、競争への悪影響の有無ですね。これらはもう毎年必ずと言っていいほど問われる事項ということになりますので、一定の演習を行ってですね、例えば市場の確定方法について、一度要領さえ掴んでしまえば、本番でどんな事例が出てきたとしても、一定の回答を答案で書くことができるということになります。ということで、広く膨大な知識を暗記するというよりも、少ない知識量で具体的な事案の正確な処理を行う方が性に合っているというふうに思われる方には、この経済法というのを選択していただくことを、ぜひお勧めしたいと思います。以上でこのガイダンスを終わります。ありがとうございました。